皆さんこんにちは。ではやっていきましょう。ここの先に行くと、もうついに最終地点って感じですね。おー、クッパたちいた。よし、ふう、気を引き締めていきましょう。あとちょっとで終わりだ。くそ、雑魚たちか。わあ、さらにこれセーブできないのね。おお、いるいる。何をやっても向かってくる。うー、まだ出ます。はい、倒したぞ。我が輩はあいつらは嫌いだ。奇遇だな、我が輩もだ。もうそういうこと言っちゃって。あー、こいつらか。次はクラッシャー。はい、倒しました。次こそお前たちこれで最後にしてしまえ。あー、来たね。やっぱり君たち、ここは通さねえぜ。やっと俺たちの見せ場がやってきたな。いつぞやのリベンジと行こうかしらね。言っとくけど、あの時の私たちとは違うわよ。お、来た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 。よし、やっていこう。ロイとウェンディだね。いた、ちょー、早速やらかした。よし、じゃあこれか。甲羅を背負ったモンスターに100ダメージ、これ使いましょう。よし、どうしようかな。 BP はまだ大丈夫か。スライダーちょっと危険な気がする。マリオどうしよう。赤甲羅でじわじわ削るか。ちょっとロイが厄介そうな感じしますね。はい、まずロイを一点集中する形でいこうかな。結構厄介な感じがするので、お、これ使うか。レベル5下げる。はい、使ってペーパーマリオで全体攻撃をしながら、マリオとルイージでロイを狙っていこうかな。そうしよう。よいしょ、よいしょ。はい、よし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 。スターポイントもね、何気に回復していかないといけないっぽいな。オッケー、159、いいですね。よいしょ。巨大キノコ使ってみましょうか。デロイ狙いで。さて、来ますぞ。はい、ちょっと待って。あ、あんまりダメージ食らわないかも。はい、あー、あ、でも170か。いいね。あー、来る。これ苦手だったんですよね。どのタイミングでやればいいんだろう。超食らう食らう。やばい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 、つらい。いや、ちょっと早めにカードをシャッフルさせちゃいたいので使いましょう。ロイ、はい、
ペーパーマリオどうしようかな。ゴーストクッキーじゃないな。どれだっけ、あ、リフレッシュハーブか。ルイージに使わせよう。はい。で、ちょっと使っちゃおうかな、これ。よいしょ。で、巨大キノコ、次こそは。わあ、行くぞ。313とか食らった。おーし、怒ったぞー。あ、これどうやるんだったっけ、覚えてない。あー、ちょ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 、全然あかんな。キノコ食べさせてラズアタックしよう。スライダーで一点狙いは危ないからな。ロイ効くかな、これ。なんか岩持ち上げてんだけど。お、よいしょ、いけいけ。あ、よし、やった。喧嘩してる喧嘩してるパンパンってえっと、鳥用処理券いきましょう。よしよし、スターポイントもまた溜まってきましたね。あ、やった、はい、ロイ倒した。あとはウェンディだけ、ウェンディだけ。ミラクルキノコ、ちょっと気を抜かないでこれでいこう。はい、なんかルイージがね、大きくなるのがね、また可愛いこの技。いけ、おう、1234、おっしゃ、オッケー。どんぐらい食らうかな。338、倒れる、倒れません。あ、来たな、即死級の必殺技。台に来る台に来る。あ、ペーパーちゃん、よし、やったー、よし、倒したぞー。ウェンディとロイ、まだ来るよね。とりあえず第一回戦終わり。あ、レベル上がりました。
39。これなんかさ、レベルアップするとさ、なんか体力とか HP か、 HP とかまたマックスになればいいのになって思ったりしますけど、まあまあ、レベル39か。結局見せ場なしね。よーし、あさりやられよって。やはりここはリーダー格たる私が出ねばならんようだな。ルドウィーク、え、リーダーだったの？ほら、そんなの聞いたことない、聞いたことないよね。うるさい、黙れ。おい、ラリー行くぞ。このね、なんかラリーとかイキーとかさ、あの辺の見分けがなんか未だにつかぬのよ。行きますよ。あー、やっぱりそっか、この子たちカード使ってくるんだよね。ダークスターポイント2個貯めるぞ、ラリー。はい、あ、いた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 、あー、超あー、やばい、ダークスターポイントが溜まっていく。あー、で、スピードアップする。はい、はい、お前たちを豆にしてやる。ルドヴィックがややこしいね、これは。これ使って、ピノピオスライダー使うか。で、ちょっとできればルドヴィックを先に倒していく形にしようかな。はい、行くぞー。バンバンカードを使っちゃうけど、まあいっか。コピーして、やっぱトリオ手裏剣かな。ルドヴィックを先に倒したい。やっぱカード使われるの厄介ですからね。なんかダークスターポイントがさ、なんかこっちのスターポイントと比べてなんかめちゃめちゃ困りやすい感じを受けるんですけど、理不尽じゃないですか。よしよし、いけ、よし、221。アイテムで念のためだな。あ、違う。BP を回復しておきましょうかね。ルイージ。で、これで連続で攻撃で、行動できるよね、まだ。はいはい。OK。で、これもちょっと巨大キノコでルドヴィック狙いでいきましょう。いくぞー。これ連戦になるとね、スターポイントが。ちょっと待って、いけ。あー、最初ミスったからな。あ、よっしゃ、よかったよかったよかった。はい、323。私を怒らせたな、本気出しちゃうもんね。おこ来た、おこ。わあ、これどうすればよかったんだっけ。ちょ、ああ、いたた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 。ああ、すごいダークスターポイントが溜まってる。やばい、豆にされる。次はこいつでパワーアップだ。
ラクスタポイント3個貯めようぞ、アリー。はい、豆にされた。え、誰から来るのか分かんないんだよね。あー怖いな、怖い怖い。あ、ダメージを受けた HP は回復する。マジで豆状態から早く治りたい。え、180ダメージ、うそん。ダークスターポイント6個貯める。あ、戻ったけど1体ずつか。やばい、やば。嘘。倒した。あーごめー。よし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 、ルドヴィック倒して、巨大キノコ、ですよね。あ、やばい、そっか、こいつ回復するのか。お、来たな。誰だ誰だ誰だ、ルイージ。あ、やば、あう。よいしょ、ルイージ回復させますか。やってしまった。はい、でもこれでカードを使うやつがいなくなったからちょっとは楽になると思う。で、巨大キノコを使いましょう。ほんとクイック系あるとほんと便利ですね。次どうなるんだ、こんなに苦戦してるから。どうどうどう、あ、まだまだ死にませぬ、まだ死にませぬか。トリオスカッシュ、よいしょ。
し、まだ次は誰、マリオ、返せだと思ったんだけどな、難しいですね。よいしょ、キノコ使いいの、でブラザーアタックでスライダーしよう、行くぜよ、はい、ジャンプ、避けられないからね、ほんと苦戦しました。よし、あーペーパーマリオレベルアップですね、よかったよかった、はい、まさかこのリーダー格の私が、だから誰も認めてないってば、はい、とうとうオラたちだけ、まあ問題ないでしょ、キキやっと戦えるね、オラ戦いたくて体うずうずしてる、それならキチョンキチョンにしてやろうよ、キキキ、そうだね、じゃあみんなでぶっ飛ばそう、マジでいい、え、早速魔法使う、どうだバトルカードめちゃくちゃにしたぞ、ほら頭いい、どうだ参ったか、あれあんまり答えてなさそうだな、うん、おいおいレミどこに行くんだ、もしかして逃げちゃった、あははは、え何を持ってきたの、うわー早速これレミに当てればいいかな、よいしょ、ちょっと待って、ほい、よし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 、オッケーオッケーオッケー、あ混乱してる、レミお前たちやってくれたね、ああこの後は僕ちゃんとっておき見せてあげるよ、どっちどっち、あなんてことするの、え全然わかんない避け方、ちょーうーえー、ひどい、来る？おいで。え？ちょっと待って。ほい。お！あ、よし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 。イギーとレミになんてことを、お、ほらお前たち許さない。え？
し、できたー、ようやくできた。マリオ、ルイージ、今がチャンスよ。あいつがフラフラのうちに一気に攻撃してやっつけましょう。はい、じゃあちょっと待って、一応回復をさせて、よいしょ、キノピオスライダーにしよう。怖っ、ほんと。あ、モートンのね、ワンワンのやつが一番難しかったですね。いっけ、よし、お、よし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 。で、トリアタック、トリオシュリケンしましょう。はい、こうピヨってる間にね、叩く。で巨大キノコ使おう。モートンモートン、一番最初はなんか3連続のあの攻撃を切り抜ければいけるかな。うーん、あんまり食らわなかった。一番最初のあの連続攻撃かな、追いかけてくるやつ、つらかったおマリオたちの HP は最大8、うん、こういうのはいいかな。ゴールデンハンマー、あー、つらかったでごわす。もうほんと安心して戦えたの一番最初のあのウェンディーとあいつロイのやつぐらいですね。あとはもうギリギリでした。はあ、やり直したしね、何回も。クッパ様、やられちゃいました。ごめんなさーい。おっしゃー。よっしゃ。これ連続でクッパ戦とか嫌よ。ほんと、マジ嫌よ。いよいよ最後の決戦ね。相手はクッパ2人、準備はいい？よくないです。いや、おいじゃないです。セーブをさせて、セーブをさせて、セーブを。あー、3人グーしてた。そうね、こっちにもマリオが2人、さらにルイージもいるのよね。3人が力を合わせれば怖いものなんてないわね。さあ行きましょう。よっしゃ、セーブができる。よし、じゃあ今回はクッパの子分たち7人ですかね、あいつらのボス戦だけをお送りいたしました。すごい時間かかった、もう1時間ぐらい。はい、もう本当にね、ヌルドウィッグ、ラリー戦、レミー、イギー、モートン戦、ほんとつらかったです。つらかったけど勝ててよかったですね。じゃあ次回が最終回になるんですかね、クッパ戦になるのでね。はい、じゃああと1パート次回かな。あと2パート取ることはないかな。まあね、最後までよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。